太平洋セメント名人会黒部ダム編。10月23日に出発した室堂付近はこんな感じ。まずはトロリーバスで体感法に向かいます。乗車時間は約10分。次は立山ロープウェイの時間待ちで展望台。おにぎりじゃないよ。次はロープウェイに乗って黒部平へ。ここでの景色が最高。こんなのなかなか乗れないし、ワクワク感が最高。体感では感じない。はや、次のケーブルカーはこんな感じ。形が面白い。中間地点ではすれ違い。黒部湖に到着です。今日は晴天でめっちゃ気持ちいい。今は観光放水をしていないので、あの迫力はないけど、湖水の緑と積雪、そして紅葉、もう空気も澄んで最高に気持ちが。優勝。